おお、マジで、なんかちょっと自分に近しいものをビビッと感じた？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ほい、それじゃあ早速マンションを見てこう。ほい、それじゃあ友達マーク。おお、あやちゃん怒ってる。誰と喧嘩？ハットくんかな？お？ 怒りで暴れてた割にはすげえ倒れたんだけど。なっちゃん入るよー。お、愛花ちゃんも一緒。なんか一瞬なっちゃんが帽子の上にリボンつけとるような感じになっとったね。グッモーニング。落ち込んだ時に使う言葉。落ち込んだ時ね。落ち込んだ時。落ち込んだ時。落ち込んだ時が一番難しいような気がする。ドヨーン。なんかね、擬音しか思い浮かばんのよね。まあ、いっか、それで。適当か。よ、やゆよ。だって、落ち込んだ時ってなんか言う？言わんよね。多分、無言な気がするよ。ドヨーン。絶対こんなん言えるってことは落ち込んでないけん。いいよ、いいよ。ほい。落ち込んだ時。どういう時に落ち込むの？振られた時とか？ねえ、中だるみする日よね、水曜日は。まあよくわからんけど。常にダラダラしてるような気もするし。いいね、いいね、元気やね。めっちゃ元気、くる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 回りよる。ほい、それじゃあ、マサオさん入るよー。ギターの練習中？1週間ぶりくらいですか？あゆなのそっくりさん。お久しぶり。何か野菜が食べたいです。お、野菜、えらいね。朝は野菜？それじゃあ、アボカド野菜よね。ほら、しかも栄養満点、森のバター。どうぞ。いただきます。どうよ、どうよ。つい最近さ、じゃがりこのアボカドチーズ味っていうのが出たけど、あれすごい美味しいよ。まあ、去年も普通に出とったと思うけど。お、レベルアップ。この時期に出る商品ってことかな。それじゃあ、何がいいかなー。あ、じゃあサンドバッグで。そして、返してもらうのは、体重計。ほい、どうぞ。道具、サンドバッグをプレゼントしました。お礼にこれをあげます。なになに？実用品、大人スプレーをもらいました。ありがとう。人に声をかけられるとドキッとします。まあ確かに、いきなり声かけられたらビクってなるかも。あと、なんか道端とか、そういうとこで急に知り合いに会って話しかけられたらちょっとびっくりするよね。なんか押してしまった。 ほい、それじゃあ、アリスちゃん。お、バレエだ、バレエだ。いいね。なんか女の子って感じするよ、バレエ。こっちは、今日は曇りかな。まあ、それぐらいがちょうどいいよね。お、それじゃあ、何を食べようか。たこ焼きでいい？ほい。どうぞ、どうぞ。たこ焼きもいろんな味があるけど、普通のが一番なんかな。でも私はあっさり食べたい感じがするけん。やっぱり塩とかかな。よ、実用品、使い捨てカメラをもらいました。パワースポット。なんか、塩で食べるって言えばさ、最近なんか、スーパーとかで売りよる、お寿司とか？お寿司もなんか、塩で食べるお寿司とかあるよね。なんかレモン絞って塩かけるみたいな。食べたことないけど、美味しいんかな？めっちゃ気になる。いつもね、醤油でしか食べんけん。ほい、それじゃあ、えなっち入るよ。おー、入れてない。えなっち入るよー。ルカちゃん出ていくんかと思った。全然出ていかんかったね。お久しぶりでーす。さっきマサオさんとこ行ってきたよ。マジか。何？マサオさんからもらったプレゼントとか？協力するよ。
ちろん、ちゃんと届けに来るよ。それで全然オッケー。要は気の持ちようだから。今日は一日きっとハッピーって思って過ごしたらハッピーに決まっとんよ。決まっとんよ。ほい、それじゃあ、ミシンで服を作ってもらおうかな。はぁ、絶対壊れた、そんな高さから落として。おしゃれに作ってみせましょう。お願いします。お、普段着、いいね、いいね。普段着って、外に出るやつ？部屋着じゃないよね。誰でも着れるっていうのは魅力的やね。どんなの、どんなの。毛顔で作った短パン、ランニング。へぇ。いやー。なんか、おっさん感が漂ってるけど、誰でも着れるかな。うん。なんかほら、縁側とかでさ、夏場におじさんがああいう服を着てなんか、ね、スイカかじってそうじゃない？偏見？ね、なんかそういう光景が目に浮かぶよ。ほい、それじゃあ。みんな超見よる。あおちゃん入るよ。あおちゃんの部屋のはずなのに。全然目立ってないよ。おはようです。お、さらに友達を増やすと。いいね、紹介するよ。相手を褒めよう。てかね、一つの部屋に何人までおれるんかな。今結構おったよね。多分、4人おったんかな。やっぱ強烈だな、アップ。さあ、どうだ？まあ、この部屋とこの、ね、外見で言ったら全然親しくなれそうな気はしないけど、まあ、それは私が勝手にしたことだから。お！いいね、いいね。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ。よかった、よかった。で、このゲームを押し寄るみんなの場所にさ、レンタヌキさんも来たらいいんやけどね。お、実用品 AR カメラをもらいました。ありがとう。チャーリーが困っていたら、真っ先に駆けつけます。かっこいい。そういう友達は大事だね。ほい、それじゃあ、イカスミスパゲッティ、どうぞ。いただきます。ほいほい。こういうのってさ、食べた後ってどうするん？うがいとかするん？え、じゃないとさ、前に私デートで食べれんって言ったけどさ、出かけ先で食べれんことない絶対。相手が友達だろうが家族だろうがさ、その後、どこに出かけてもあの人歯黒くねってことになるし、なんか、歯見せて笑った途端にさ。なんかメンバー変わった？気のせいかな。メインが小夢さんに移っただけかな。メインって。ほい、それじゃあ、あやちゃんはまだ怒ってる。リカちゃん入るよ。お暇ですか？お久しぶり。特にどこにも行ってはないけど。お、嬉しい時に使う言葉？嬉しい時は、嬉しい時はやっぱり、やったー。やったー。や、たちつ。や、たー。はい。やったー。早いな、言うのが。あ、私も、数年前とか結構新しい飲み物をガン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 飲んでいきよった。今は新しいお菓子を試していきよる感じかな。新しいものやっぱ気になるよね。特にコンビニとかさ、じゃんじゃん発売されるけんね。ほい、それじゃあ、使い捨てカメラで、何か撮ってきてくれるかな。住人の写真を。いってらっしゃい。
これってやっぱり映るのはその人の友達ってことになるんかな？関係ないんかな？どれどれ。だって見知らぬ人やったら確実に盗撮になることない。ほら、この場におるってことはやっぱり友達ってことよね。いいね、いいね。仲良しだね。そして手前にいる、アユナとアスム。まさかの兄弟で。心からの微笑み。いいね、いいね。今のはちょっとね、テーマいいと思うよ。なんせ手前の二人超微笑んでたからね。まあ遊園地が楽しいんだろう。いいことだ。ハットくん入るよ。もうサンドバッグにものすごい怒りをぶつけおるけど。ふざけんな。きっとふざけてないよ。まあまあほら落ち着け落ち着け。仲直りして。美味しいもの食べよう、美味しいもの。それじゃあ、マンゴーでも。どうすか。ほい。いただきます。あれよね、マンゴーってさ、宮崎の太陽の卵やっけ。あれがなんか有名やったよね。お、いってらっしゃい。なんか東国原、さんが、なんか、PR しよったよね。東国原元知事か。今違うよね。お、よかったよかった。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。いえいえ、よかったよかった。お礼にこれもあげます。なになに？実用品、万華鏡をもらいました。ありがとう。食欲の秋です。お互い、食べ過ぎには注意しましょう。適度にね、適度に。食欲の秋、もうもりもり食べよるけど。適度な運動もしよう。まあ私、普段自転車に乗りよるけん別にそこまで、じゃないかなって感じやけど。あと基本的にエレベーターじゃなくて階段やし。ほい、それじゃあライくん入るよ。あれ、さっきまでゲームしよったのに帰ってきた？おはようございます。おはようございます。何か塩辛いものが食べたいです。塩辛いもの。さっきポテチがあった気がした。ポテチポテチ。ポテ。あ、でも、プレッツェル、プレッツェル。これはパンチのある塩味がおつまみに最適。これしょっぱいんじゃない？しょっぱい？塩辛いんじゃない？どうよ。え？マジか。マジで？塩辛いものでもダメだった？合ってないってことかな？超苦手。それとも塩辛くても、それは無理でしょってこと？みんなが言ってる映画はあまり好きではありません。マジか。じゃあ何？なんか前にさ、映画評論家？映画コメンテーターの有村昆さんがさ、Z 級映画が面白いみたいなの言って、なんかいろいろ紹介しよったけど、まあ、超くだらない映画よね。何かのパロディやったりとか、何かの、まあなんか、似たようなものやけど、ちょっとチャチい感じの。でも Z 級映画が面白いっていうのでめっちゃおすすめしよったけど、そういう感じかな。なんか周りの人はいいって言わんけど自分は好きなものみたいな。お、アスムが夢を見よる。これは入っていくしか。何これ、めっちゃ気持ち悪いんだけど。カタツムリ、あれは物差しかなぽいよね。何これ、終わりある？え、これ終わりあるやつですか？てか、まだ新しい夢あるんやね。あとどれぐらいだ？めっちゃ不気味なんですけど。なんか果てがないような気がする。果て、あるやつっぽい感じでないような気がする。
ないね、これきっと。延々と、ほふく前進してるだけだね。お、どういうわけか食べ物エスカルゴを拾いました。焼かれてる。は、おはよう。来てくれたんですね。来たよ、来たよ。くしゃみが出そうで出ません。お、寝起きで早速。手伝おう。ほい、羽で鼻のあたりをこすってくしゃみを。なんか私昔すごい思いよったんやけどさ、あのカタツムリとナメクジ、カタツムリって殻がついてるわけやん。でナメクジは殻がついてないわけやん。あれってカタツムリをさ殻から引っ張り出したけんってナメクジになるわけじゃないよね。王様ったあれ中身ってさ渦巻いとるんやろってなんか聞いたことがある気がするけど違うんかな。いけ、なんかズルズルって引き出したら、あの殻と同じぐるぐるぐるってなっとるっていうのを聞いたことがある。じゃあやっぱりナメクジにはならんのか、まっすぐ伸ばすとかできんよね。ほい、焼き鳥をどうぞ。いただきます。どう？どう？お、結構美味しかった。よかったよかった。そっか、アスムは宇宙食が好きやったんよね。でもそれ以上に好きなものがいまいち現れてくれん。お。食べてすぐに体重を測っちゃダメだよ。だって当然増えとるもん。ほい、それじゃあみんなに募金を募ります。さあ、じゃんじゃん。じゃんじゃん入れてって。お、なんか、あれやね。みんな秋っぽい服装になってきたね。今日は27,100円集まりました。ほい、ありがとう。そして朝市。美味しいみかんだよ。お、みかんいいね、みかん。この道20年で頑張ってる。お、立ち止まったよ、立ち止まった。あー、買ってくれない。みかんは買って。しかもニューだよ、ニュー。1個50円。ほい、それじゃあ10個ほど。10個買って500円か、安いな。ほい、それじゃあミーニュース見てこう。になりました。ミーニュースをお伝えします。お願いします。映像コンペグランプリ決定。へえ。すごいね、結構な応募作品や。黒板消しと懐中時計。マジか、黒板消しと懐中時計のラブストーリー、個性的すぎるだろ。本当に新しい時代だよ、人が出てこないんだもん。出るかもしれんけどさ。奇跡。まあ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 、どうぞどうぞ。みんないろんなものに応募したりとかいろいろしようやね。まさか映画を撮りよったとは知らんかったよ。ほい、それじゃあ女子会に潜入。私アイドルになる。お、マジで。芸能人と会えるね。お、いいねいいね。ライチちゃんとミュウちゃん。そこでシーンとするな。鍵盤ハーモニカが可愛い。わからぬ。私にはわからないよ、その感覚。お、そういう話題いいね、いいね。そう、マジか、チャーリーさんか。たこ焼き器、たこ焼き好きなんかな。自分で焼きよるってこと、家で。でも確かにたこ焼き器は家にあるし、家でしようと思ったらするかな。うん、急に食べたくなった時とか。一瞬市役所の方行きよった。ほい、それじゃああっちゃん入るよ。寝よるけど熟睡じゃないっぽいね。はっ、おはよう。2週間ぶりくらいですか。アユナのそっくりさん、お久しぶり。お腹が空きました。お、お腹すいた。
それじゃあ、さっき手に入れたばっかりのエスカルゴ。ニンニクの香りが香ばしい。見た目はあれだけど美味しいんです。やっぱ見た目、あれよね。なんかやっぱりちょっと、カタツムリ感が、食べにくいなぁ。美味しくないか。エスカルド食べたことないんやけど美味しいんかな。この前、せつなが階段でこけてるのも見ました。マジで助けてあげた？そっと遠くから見て爆笑しよったわけじゃないよね、アスちゃん。お、お化粧中。アスちゃんはいいよね。うん、アスちゃんね、化粧めちゃくちゃ似合っとる。ねえ、なんかぴったりよね。いい感じやわ。ほい、それじゃあ、濃いめさん入るよ。よかった、怒っとんじゃなくて。お久しぶりです。お久しぶりです。会えなくて寂しかったです。で、まあ、私、窓から覗いたりとかしよるけんさ。怪しい。と思うのですが、お、紹介？なっちゃんとくっつけるのはどう思いますか？なっちゃんね、うん、いいんじゃない？それでは、二人も合わせてみます。うんうん、さあ、どういう感じになるかな。え、なっちゃんって今フリーよね？未だになっちゃんはハットくんのイメージがすごくあるんやけど。おー、よそよそしいぞ。で、まあ、ハットくんは今、ミクルちゃんと結婚しとるもんね。あ、なんかやっと打ち解けてきた感じ。でもやっぱ最初はああいう感じになってもしょうがないよね、まあ。あれ、やっぱり、やっぱり、ちょっと無理しとった感じかな。二人ともなんかあさっての方向を見よるもん。ほら、目も合わない。ダメだったね。小夢さん残念。合わなかったみたいです。うん。見よったらなんか、全体的にめちゃくちゃ距離を感じたよ。たまに疲れちゃいます。自分にも気を使ってあげて。ね。ほら、だって自分だって恋人いないからね。人にばっかり言える場合じゃないよ。ほい、それじゃあ、もんじゃ焼きをどうぞ。いただきます。あと一個しかないよ、もんじゃ焼き。どう？美味しい？まあまあ美味しかった。結構ね、好物ががっつり消えないよね。ね、カツ丼にカレーライスっていう。酢豚はまあ、食べた感じはあっさりかな。ほい、それじゃあ、タオくん。お、リズムゲームか？お、待って待って。お、なんか人が変わった。入るよ。さっきまでタオくんが持っとったのに、パッと。おはようです。おはようです。新しい服が欲しいです。お、新しい服。イメチェンしますか？半袖やもんね、今。どれがいいかな。あ、でも、また半袖やけど、漢字 T シャツは？色違い。こっちね。任天って背中に書いてるけん。どうすか？まあまあ気に入ったようです。お礼にこれもあげます。お、なになに？実用品、毛染めスプレーをもらいました。ありがとう。アユナのそっくりさんには、シマのみんなが感謝してるんですよ。まあ私、とことんみんなの悩み事を解決していきまくりよるけんね。ほい、それじゃあ、エビチリでも。ほい、どうぞ。いただきます。どう？美味しい？お、すごく美味しかったようです。よかったよかった。え？うな重よりも上に行ったエビチリが。なんてこと、確実にうな重の方がいいだろ。お、いいね、踊ってる踊ってる。みんなぴったりや。すごいな。こんだけみんながピタッと合うの。
確率になんかダンスレッスンとか受けよるよね。ほい、それじゃあ一軒家の方を見ていこうか。一軒家にはお、ケン君とリンちゃん。いいね、こういう家。なんかこのリビングのさ、全体がこう広々とした窓でさ、ああいう感じよね、開放的よね。そしてシーンくんとアイちゃん。シーンくんが読書中や。基本的にあれやね、男の子みんな、男の子側が読書をして女の子が新聞読み寄ることが多い気がする。ちなみに小説は伊坂幸太郎が面白いよ。たびたび言うけれど。ほい、それじゃあ、さきちゃん入るよ。どうもどうも、ちょっとキングの帽子が邪魔よ。1週間ぶりくらいですか。アユナのそっくりさん。お久しぶり。新しい服が欲しいです。お、新しい服。着替えようか。それじゃあ、さきちゃんはね、何がいいかな。インテリア屋さんの制服。これかわいいんやけどね。これにする？おなじみインテリア屋さんの制服。胸の ID カードと腰のエプロンがインテリア。シャレ。怖ーい。はい。ほら、いいね。私こういう服装好きよ。あんまり気に入らなかったか。明日の私は今日の私より進歩しているのでしょうか。退化する人はいない。大丈夫。ほい、それじゃあ、オムレツでもどうぞ。オムレツよりオムライスが食べたいよ。オムライス。私前まで、いつもさ、嫌いなの？なぜ？私お寿司の次に好きなのがオムライスだよ。なんか小さい頃とかもずっとさ、私、親に今日何食べたいって聞かれたらオムライスって答えよった。今でもさ、食べに行くんならお寿司って言うけど、家で食べるならやったら確実にオムライスやけどね。ほい、ひよりちゃん入るよ。なんかちょっと疲れとる。おはようです。眠の物語を聞いてください。お、ねむちゃん、いいよいいよ。にゃんごろげーじゃない。にゃんごろげー。ほら。どうでした？似てる似てる。似てた。練習したんですよ。マジか。まあ、でも声質違うもんね。お礼にこれもあげます。まあ、でも女の子同士だったら出しやすいかな。実用品モビールをもらいました。ありがとう。多少高めの声を出せば、お、なんかぐるっと回した。みんなこの島にいて本当に良かったと思ってます。おー、リカちゃんと仲良し？いいねいいね。んで、ちょっとね、フライパンで料理を作っていただきたい。美味しく作ってみせましょう。お願いします。何系の料理？いい匂い。これも食べたら他のものは食べられなくなるよ。マジでそんなに病みつき？いいねいいね。虜やね。何？漁師風茶碗蒸し。漁師風。いいねいいね。なんか魚介類いっぱい入っとる？茶碗蒸し最近食べてないな。ありがとう。茶碗蒸し食べたいね。レベルアップ。ほい、それじゃあ道具で鏡をどうぞ。ほい、道具、鏡をプレゼントしました。シシーとはすぐ友達になれる気がしてました。おお、マジで？なんかちょっと自分に近しいものをビビッと感じた？いいね、いいね。大抵私親友になることか。ね、最初友達になれる気とか全然せんけんさ。この子私ちょっと苦手かなっていうことを最終的にすげえ仲良くなったりすること多いけんさ。なんかそういうの分かるってすごいな。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。
よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。そんな狭い空間であられちゃん走りってぶつかるよ。